これをソフビにしたら可愛いんじゃないかっていう話になって、頭のちょんっていうのは、はいはい、これはもうこだわりですか？これはこだわりです。これはあのあって今大人たちの中で密かなブームが巻き起こっている。それはアートソフビ。そのオリジナリティやクオリティの高さで世界中で大人気。この番組では天才作家たちの究極のアートの世界を深掘りしていきます。ソフビの世界のすごい人。はい、やっていきたいと思います。今回も TBS TV ですね。今回はですね、木村トイさんに出演していただきました。昭和なキャラクターソフビとオリジナルキャラクターということで、木村トイさんの木村さんにいろいろお話を聞いていきたいと思います。そして今回はですね、トイズキング限定カラーを作っていただきましたので、そちらのご紹介もさせていただきたいなと思います。ぜひ最後まで見ていってください。それではやっていきましょう。今回ご紹介するのは昭和感満載、懐かしのあのキャラ、繊細な造形が特徴の怪獣たち。異なる種類のソフビをキュートに展開中、各イベントで大活躍中の木村トイの魅力に迫ります。はい、では今回ですね、木村トイさんの木村さんに出演していただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。半券キャラクターですとかオリジナルキャラクター、いろんなソフビを作られてるんですけども、ソフビを始めたきっかけっていうところでまずは教えていただきたいなと思います。もともと人形アニメーションを作ってたんですね、私。で、まあ、人形アニメーションを作っていく中で、まあ、主に造形をやることが多くて、アニメがめんどくさいなと思って、造形ばかりにしかもうやる気がなくなっちゃって、まあ、元々おもちゃ好きなんで、自分でおもちゃも出したいっていうのがあって、はい、そういうのが両方うまくかなうのがソフビだったっていう。もともとは人間アニメの造形をやってるっていうつながりで、はい、造形教室もやってるんです。造形教室って、まあ、知り合いがやってるところの雇われ講師として、まあ、マンションの一室でこう地味にやってる感じなんですけど、そこの生徒さんに東映の方がいらっしゃって、その方がハッスルパンチを作ってた。なるほどなるほど。フィギュアをこう作りたい。人形がこうなかなか進まない、完成も近いので、これをソフビにしたら可愛いんじゃないかっていう話になって、じゃあっていうことで、こうほぼ完成したのは僕がこれをソフビにしたいから譲り受けた。そこで初めてソフビとして作ったのがこのハッスルパンチ。なるほどなるほど、はい、そういうことなんですね。じゃあもともとこう造形という部分では結構ゴリゴリにやられてたっていう。造形教室っていうのも今もやられてる？やってます。あ、はい、そうなんです。教室のことに関しては船本啓太アニメ教室みたいな感じで検索していただいて。すごい。造形自体はこうもう主にこう粘土で。あ、そうですね。まあ大体最初はスカルピーっていう薬粘土でやってますけど。なるほど、面白い。だからまあそうですね、今からソフビを始めたい人はぜひ習いに来てください。行こうかな。これでいいですよね。もう、はい、本当に全く触ったことがない人でも大丈夫？全然大丈夫です。おー、いいっすね。もう、もう5人ぐらいがいっぱいなんで、その人に合わせていく。じゃあもうワンオンワンで教えてもらえるような。あ、そうです。そんな感じですね。人形アニメ用の人形を作りたいといえばそれを教えてきますし、ソフビを作りたいといえばそういうソフビを作る方に教えてきます。おー、いいですね。私社長も行く可能性はあります。ありますね。技術を学ぶにはまだまだ情報不足感が否めないソフビ界。金型以外の作業を全て行っている木村さん。ソフビ作家として活躍している木村さんから造形のノウハウが学べるチャンス。ここがすごい。基本的にも作りたいものを作るでしかやってないので、こういうレトロなキャラクターやそういうものに惹かれるんでしょうね。まあ、ハッスルパンチのキャラクターとこの後ろのコリスのポッコちゃんっていう、まあ、ハッスルパンチは森康二さんっていう東映の伝説的なアニメーターの方がいて、でこっちは太田二郎さんっていうハッスルパンチよりさらに昔の児童書や、まあ、漫画や挿絵を描いてた方なんです。森康二さんの線とか太田二郎さんの線とかがこうやっぱりセクシーというか、なんかこう可愛いし、こう生めかしいというかね。なるほど。だからそういう線をうまくこう立体に落とし込みたいっていう欲望が湧くんですよね。木村さんの名刺自体もちょっとこうレトロな看板をこうモチーフにされた
とさっき 見させていただいたんですけど、レトロはソフビたちと相性はいいですよね。あ、うん、デザイナーズのソフビを作るいろんな人もいますけど、やっぱソフビってこうやっぱりレトロなものと相性がものすごくいいと、うん、そこも魅力ですね。まあ、自分で作ってるものは全然レトロじゃないんですけど、オリジナルはレトロじゃない。オリジナルは違うんですけど、そうじゃないものも作りたいものいっぱいあるんです。普通に今時のロボットとか、ただ あんまりかっちりした線を再現するのはあんまり得意じゃないですか。そう、丸みを帯び、丸みを帯び、はい、左右対称がうまく取れない。古き良き昭和の時代に一世を風靡した愛らしいキャラクターたちが木村トイによって蘇る。懐かしくレトロなソフビたちはご自宅を和ませてくれること間違いなし。ここがすごい。ハッスルパンチを作って、とりあえずソフビを始めてみて、半券物が出せるイベントと出せないイベントとかあるので、あとはまあソフビ作家っていう以上はオリジナルを作らないとソフビ作家とはとても言えないんで、ずっと作りたかったですね。とりあえず作ってみたんですよ、4つ、まあ、いきなり4つ作るのもなんなんですけど、木村っていうやつと、ヘドガデラ、あとヒカコング、あとパンダタイ、ジャンルが若干異なるソフビを4種類作って、自分の中で定点観測つもりで作った。自分の作りたいものと世間のニーズがどんぐらいこう合ってるのか合ってないのかを知りたかった。有名怪獣のパラディン、はい、あと、こっちもその有名怪獣の敵 あのソフビファンがいっぱいいる怪獣のパラディン、はい、こいつもまあその流れ、うん、あとまあソフビを作る人でやたらこうゴリラ作る人、はいはいはい、パンダだけがもともと趣味でというか、ソフビを作る前からデザインフェスタとかああいうイベントにキャストで作って出品してたものの作りかけがあれだと、どれが売れるのかなと思って、なるほど、とりあえず自分の中ではこのゴリラが一番売れると思ったんです。売れるだろうなと思ってこう、はいねはい、一番こう乗って作ったというか、こう、まあ、悪趣味にこう中二病な感じでこう、はいはいはい、ゴテ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 って思ったほど反応が良くない。意外とこう世間がパンダに食いついたという。あ、僕パンダなんですよね。その以前からもちょっと気になってたんですけど、ヒカコングとかヘドガテラの頭のチョンピョンは、はいはい、これはもうこだわり、これはこだわりです。これはサインですよ。あ、なるほどなるほど。まあ木村ゲット勝手に読んでるんで、まあ、自分が作るものには、よっぽど合わない限りはもうつけよう、つけよう、はい、木村ゲット、なるほど、まあ、だからパンダついてます。パンダついてます。手で作りながら落書きみたいな感じで手でこうゴニョゴニョゴニョするうちにできてる。すごい。大体が決まって大体を作ってるうちにどんどんこう似ているとか、こういろんなこう最初の方向とは違うものになって、なるほど、いじってると変わってくるってことですね。あ、そうですね。ああ、本当に絵を描くのと同じような感覚ですね。根本にはもう粘土があるんですね。デジタル苦手なのもあるんですけど、デジタルでは作れない。なるほどなるほど。手でゴニョ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 やって初めてこう完成しちゃうんですね。結構 3D プリンターとか最近あれですか、ね、やらなきゃっていうのありながらも、本当にこうデジタル作業がすごいんだってヘッダーとかと作るのがすごい嫌。誰か作ってくんないかな。ずっと造形やってるんで、まあ、彩色ももう当然セットでついてくるんですけど、 あとはまああれですね、プラモデルの作ってる、暇、趣味で作ってる、ガンプラ作る技術の応用というか、その流れですよね。はーはー、エアブラシでこう色を塗って。木村トイのオリジナルキャラクターはレトロなソフビたちとは打って変わって個性的なソフビが勢ぞろい。見たことのある怪獣を連想させるデザインも。確かな技術で粘土をこねながら変化し誕生するキャラクターは他にはない唯一のソフビだった。ここがすごい。と現在ポリスのポッコちゃんの別バージョン、まあ、ポリスのポッコちゃんはもともと児童書でいろんな職業になるっていう漫画だったんです。で、まあ、これデパートが、デパートですね、これは普段着のオーバーオールなんです。その他に2種類、はい、別の職業のとちょっとお座りバージョンみたいなのを今金型まではできてます。ここにいるハッスルパンチの悪者ですね、はい、これが3人ですね。このガリガリ博士とブラックとヌー、ね、ヌーは先行して作ってもう販売もしたんですけど、うん、まあ、この2匹をワンフェスで出そうと今
毎日塗ってます。原型ができてるけど半券のがどうなるか次第な感じのも似たようと。結構あれですね、ありますね。そう、渋滞してるんです。渋滞してる僕もやっぱこう芯になるこれっていう一体をまず作ろうと。なるほどなるほど、はい、木村トイさんといえばそうそう、うん、でこうね、いろんなイベントのコラボとか言いながらこうカラーを変えるようなやつを作りたい、はい、なるほどなるほど。まあ、まあ始めてまだ2年ぐらいなんですけど、まだまだ全然ソフビ界で知名度とか全然ないので、まずこうやっぱりこうブランディングというかこう、はい、多くの人に木村といっていうのがあって、こういうのを作ってるっていう、たくさん買ってもらえるようにならないと、はい、オリジナルキャラと版権キャラの2つの軸で展開が目白押しの木村トイに今後も大注目。はい、では最後に聞いていきたいんですけども、木村トイの木村さんにとってソフビとはっていうところでお聞きしたいと思います。よろしくお願いします、はい、自己表現のたどり着いたところ、まあ自分の表現したいことと、まあ、それでなんとか食っていけそうな何かがうまくバランスが取れた場所みたいな、なるほどなるほど、ところになればいいな。はいはい。まだ途中ってことだ。まだ途中。いろいろこう、まあ、アニメーションとかいろいろやられてる中で、こうソフビに自己表現の場としてたどり着いたっていう、ね。そうですね。やっぱこう物を作るのが好き、おもちゃが好き、自分の。ブランドみたいな感じで出せたらいいなっていうところでガッとガッと、そうそう、合わさったのがこう、そうそう、そうそう、バンダイのようなカッチリしたロボットは個人ではとても作れない。なるほどなるほどなるほど。でもソフビならね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、木村トイさんのオリジナルソフビのパンダタイを、トイズキング限定バージョンを作っていただきましたので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。こちらはですね、あのパンダタイのこだわりのカラーという部分で、こだわった部分を教えていただきたいと思います。白は陶器、冬の陶器ですね、陶器迷彩をイメージした、ブロック迷彩、こちらはリベースさんのカラーをイメージして普通の迷彩にしてみました、はい、だから迷彩パターンも色とともに違います。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。人気のパンダタイですからね、はい、パンダタイのブルーのカラーとレッドのカラーですね、こちらは TBS ジャパンの方から発売させていただきたいと思いますので、詳細の方は、TBS の Twitter より、案内させていただきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ではですね、本日は木村トイの木村さんに、ご出演いただきました。本日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。という形で、今後もですね、トービ作家さんの独特の世界観ですとか、個性あふれる作品をどんどん紹介していきたいと思いますので、次回の TBS TV もぜひよろしくお願いします。ソフビを買うなら TBS。